はい、どうもハリウッドでございます。本日もレトゲー10分アーカイブですね、やっていきたいと思います。今回の悪魔くんですね、魔界の罠やっていきたいと思います。多分やったこと1回だけなんかある記憶がありますね。エロイメッサイム、エロイメッサイムみたいな、めちゃめちゃ流行りましたよね。どんなジャンルのゲームかも忘れてるんで、まあ、ちょっとね、楽しんでやっていきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想のコメント欄でいただきたいと思います。バンダイさんの1990年なんですね。それでは行きたいと思います。どちらを選ぶのじゃ、こんなでしたっけ、おっさん。君こそユダヤの予言にある、魔界から悪魔を呼び出す。ユダヤなんですね。あの顔左下。めちゃくちゃアホ面ですけど。地上に幸せをもたらす悪魔くんなのじゃ。悪魔くんは確か、そうね、大野さとしくんの面影が若干ありますね。どれだけ君の出現を待ったことか、すでに世界中でおかしな事件が起こり始めている。君はまず、この学校で仲間たちと修行するのじゃ。ハリーポッターみたいですね。僕、百目だもん。あ、こんなにおったな。おったわ。目が6個しかないけどね。ポクか。あたしゆうこ。怖っ。ハゲてんのかなんかわからんけど、あんま好みじゃないですね。バウー。おったな、女。なんか乗れるんでしたっけ。私、鳥乙女、ナスカ。ナスカさんはなかなか可愛いっすね。ピクシー。あ、二人でピクシーね。足はコウモリ猫でやんす。あ、よいしょ、どっこいしょ。めんどくさいっすね、こいつは。魅力の番犬、ケルベロスを倒すことができれば卒業。その時こそ世界旅立ち、平和のため戦うのじゃ。全然、なんか急に、なにこれ。ちょっと待ってよ。ちょっと、下はいけないし。どういうことだ、これは。行っていいのかい。あれ？デュンデュン、デュンデュン。掘り出し、マモジって何？わかんねえよ、こんな。何を言っとんすか。ちょ、変えないよ。まず変え、マモジって掘り出し物。高いね。何も変えないし、けど。あいつの打ち方が完全に怒り原動産なんですよ。ああ、なるほど。別このオス。この人たちは、ここは魔界で、ああ、なるほどね。ここの、奥にあり、三つの部屋。左から研究所、修行の部屋、ケルベロスの部屋。ケルベロスに買った卒業ってましたよね。いやあ、何かするか実験。お金がないんすよね。辞書を見る。何これ。もう無理やろ、こんな。どういうことだ、これは。あの、ババアの顔よね。何ドゥルルルル悪魔が現れた。カタツムリですけど。海カタツムリ。どういうことだ。戦う。RPG なのか。悪魔くんはタロットカードを投げつけた。ウォーラ。死ぬで。ウォーラめっちゃ食らうんだけど。何これ、ちょっと、どうなったらか、待って、終わるよ。ミヒール。くっす。オーラが強すぎ。どういうことだ、これは。どういうことっすか。いやー、どういうこと。何が悪かったんすか、ちなみに。悪かった理由がわからないんですけど。ここに入ったらまた出るんすよね。ってことですよね。ああ、でもさっきと違う。アース。食らってない、食らってない。フリーズ。4か。これも4っすよね。ああ、かわした。これ、マジこっちで魔法陣とか。仲間を呼ぶ。ゆうこ嫌っすね。これ強いで。とりあえず、100目か。二つ、鳥乙女さん行けますか。なんだよ。あ、行けるの？これ、めっちゃ読んでいいんすか？全部読んだらどうなんすか？なんか問題があるのかな？来る。エロイムエッサイム。エロイムエッサイム。我を求め、訴えたり。エロイムエッサイムは、流行りましたよね。ゆうこ、ピクシー、100名。一応全員魔物ってことなんですね。
あ、フリーズ。いや、これいけるで。ピクシー魔法ダジャレ。あー、なるほどね。レイ。弱い。フラッシュ。あー、まあ、フラッシュはなんかそんな感じ。ハリック。9。まあまあ、いきますね。え、これって、コウモリ猫の魔法、コウモリ。コウモリ猫の魔法、コウモリっていうのはよくわかんないですけど。頭を戦うで。これで全部召喚して戦えばいいってことなんですね。勝ちましたよ。3ケーキ40か。ここに行ったらずっと敵なんですね。で、ケルベロスの間に行ったら、これがボスですよね。強そう。これどうなんすかね。一応全員また呼び出しますか。いきなりレベル1で勝てるもんなのかな。あー、そうなんすか。じゃあここまでですね。毒。てこうなった。てこうなったね。てこうなった。なんだろう、てこうなったのは。てこうなったら何なんすか、ほんとに。謎すぎるんすけど。いけるんすかね。あの CP ってのに関係してるんすね。フリーズ。あれ強いよ。にヒール。あ、これヒールね。相手の顔気持ち悪いですけど。レイ。あやみレイね。体当たり、ロック。あれ意外といけるんじゃない？パリク。取り乙女様の美女ですよね。魔法陣で、魔法陣魔法とか使えるんですかね。あー、魔文字はこれ使うのか。なるほどね。なんか途中で魔文字を買うってありましたもんね。毒したらペコーンされるんで。ペコーンになるのあれ何なんすかね。ハゲ散らかってのバレてるみたいになってますか。ダジャレ。引くのかい？ですよね。あやみレイさん強いっすね。体重。体重の体当たり。ユーコはドッグ。魔法フリーズ。毒？まあ、言うて意外といけそうじゃない？ミカット。うわ、強っ！バカ！バカだ！バカだ！それは聞いてないぞ。なんだ、どれくらい HP あるのかがわかんないし。タロット、これ全然当たんないでしょ？で、あと体当たり。フラッシュか。あ、目をくらませた。けど。これ、ミカットされたら終わりですけど。くっそ。レベルが足りないっすね。40ゴールドあるんで、魔法。これ何なんすかね。一応帰るんすけど、これアスタリスク。温泉とは何だ？この温泉何なの？あの、アスタリスクよ。今のを携えていってみましょうか。今度は全員出せるんで。今度は全員出してもなんか、あの、全体魔法をされたら、まあ、一緒っちゃ一緒っすけど。これで一応出して、これミカットは、まあまあ、誰も出してない前にやった方がいいっすよね。エロイムエッサイムさん。これ、素晴らしいのは、召喚されたと同時に攻撃をするという。悪魔くんしか食らってないのに、全体ヒーローなぜか入れるというね。しかも完全オートなんでね、ドラクエ4と同じパターンですよね。
目玉。気持ち悪い。位置吸い取ったか。フラッシュ。これは効くんですよね。ハリクね。乙女さん結構強いんだよね。コウモリ猫の魔法コウモリ。結構わからない。これでさっき作った、勝ったやつ。どういうことだよ。ソロモンの笛って何？どういうことだこれよ。これまでいいっすか。笛を吹くとどうなんすかね。やられすぎ。確かになんか悪魔くん言うたら笛なイメージありますけどね。ポンコツがどんどんやられる。笛を吹いたら強くなるとかですっけ。これこれこれ。悪魔くん言ったら笛ですよね、確かに。機嫌が回復。あー、なるほど。はぁ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 。なんか出すときににっこりしてるのと、なんか、拗ねてるみたいなのあったんで、あれが良くなるみたいな感じですね。はいはいはい。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。まあね、かなりちょっとややこいゲーム、毒食らったらペコーンなるのが面白いなと思ってます。悪魔くん懐かしいっすね。めちゃめちゃ好きで見てましたからね。はい、ということで今回はこれ終わります。もしよかったら、高評価、チャンネル登録、感想もコメント欄でいただけたら嬉しいです。それでは失礼します。バイバイ。